さ、来ないかな。ねえ、ざけんじゃねえよ、じき。まずお名前か。お名前じゃなくて、久保くんは外野で確定なので。だーれだ、みんなわかる。モンチはるかによるちょっとスタイルチェック、今回必須とさせていただきます。申し訳ございません。先輩、レインボール高校の規定ではちょっと普通寄りでしたね。申し訳ない。だーれだ。お前さんでした。あー、かわいい。めっちゃかわいいじゃん。ちらっとなっておりますね、トモエさん。スラッとした美しい体のラインとなっておりますね。レインボールの姿勢なんですよ。こちら、あー、もう皆さん OK ですね。リゼ様でございます。体型チェックですね。ちょっとリゼ様すいません、体型ちょっと見させていただきます。こちらお願いします。はい、どーん。はーい。こちらもね、スラッとした、かわいいね。だって改めてちゃんと靴下見たけど、ソックス見たけど、めっちゃかわいい。新しいスレンダーな体型でございますね。美しい、美しすぎる。ということで、よしがなりました。答えだわ。はい、アンジュちゃんでございます。アンアン。体型ですね。ミーさんもなかなかね、スレンダーで細いでございますね。綺麗な足です。おかみとは、おかみのおろまちさんとは初対面というか、ドラフトで初対面だから、ね、でもね、なんかちょろっと話しに来てくれたり、ちょこちょこ喋ったり、マジで優しいし、なんか真剣な眼差しがマジでいい。ということで、ヤシロさんでございます。あー、もう当たっちゃったでしょ。うん、ヤシロさんで。体型はね、普通でいきます。でんでででんでで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 、とっくりじゃーん。いや、今日から痩せ型だ。答えはこちらでございます。あー、はい、麦ちゃんです。体型チェック。麦ちゃん、麦ちゃんどのくらいありますか。どのくらいのスタイルでしょう。もうこれは私そのね、ここからどんどん成長していきますという、奥ゆかしさと可愛らしさが兼ね備われておりますね。2でいきましょう。はい、あ、もうみんなこれでもう一発じゃない。ドン。はい、そうです、リリ先輩です。なんてかっこいいんだ、なんてかっこいいんだ先輩。体型チェック。もももがちょっとその、もちょっとだけいいっすね、太ももこれは普通ですね。私のリンボール高校の手の痩せ型ではないですね。確かに細くてスレンダーな方なんですけれども、普通ですね。おめでとうございます。うわー、当たったでしょ。みんなどん。体型チェックといっても普通でいきます。強くなる。キャプテン神田世代の暑い夏、甲子園行かしてやりてー。甲子園行きたい、甲子園行きたいよ。夏の甲子園連れてってやりてーよ。去年連れてってあげれなかったから、今年は連れてってあげてって。行きましょう。よろしく。よろしくお願いします。
ょう。2回目の宣伝を送ります。はい、マウンドに選手たちがソロライブみんな遊びに来てね。魔王に変わる。確かにピッチャー変わってないね。頑張れ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 。ナイスナイスナイス。神様が抜けてからずっとノリノリな長尾家。本当？はい、じゃあちょっと麦茶取っていい？あー、いいですね、どうぞ行ってください。よっしゃ。じゃあドヤ顔とさ、悪い顔をさ、マックスにするとさ、煽り顔になるよ。えだな。おお、こんなこともできないんすか。おお、マインクラフトもたまにやってると見てますね。炎上させてるね。うわあ。燃えてるわ。燃えてるわ。炎上かい。チスチス。チスチス。炎上じゃないよ。BASMR だよ。いい子だ。ASMR だったか、あれ。タッパーくらい言ってたか。誰だよ。まあ、これぐらいにしときますか。今日は。ねえ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 。よしナイス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 。バークンちゃんさーん。うわー、行くぞ行くぞ。リサミやったー。
また、どうも、水さん。言ったな。哺乳じゃない、哺乳35円やからな。一応哺乳35円取るからな。なんかやっと栄冠してるなって思ってる今。やっと栄冠してる私は。やったに全部かけようと思うので一回ここでアウト切るしかないなと思ってます。はい、ゴン、もうしゃあない。これはちょっとね、上位打線に頼みます。ナゴーナゴー、入れ入れ、ナゴー入った、あと2点、あと2点、あと2点、逃げ、グンドミレ、グンドミレ、少年声得意じゃないんだけど、え、これとかでさ、許してもらえない？今日はちょっとこのね、普段みんな見えないであろうお胸をね、強調した位置にしてある。これちょっと意図的なんです。意図的なんです。意図的なんですよ。そう。ここで死ぬ定めではないと。お願いしまーす。おい先生、ま、山本さん、うぅー、なんで OB 返してんだよ。やめろよ、絶対勝ち、この選手だよ。私が選手を集めましたみたいな顔してるよ。ボコボコにしやろうぜ。準々決勝、準々。
終わってしまった。俺たちの夏が終わった。準々決勝戦で敗れまして、ありがとうございました。準々決勝で散る。悔しい。みんないっぱい土持って帰ろう。写真撮っちゃねえよ、タダじゃねえんだよ。二次産地ライバーと写真撮ってんじゃねえよ。エニカラに報告するぞ。そう、自分たちがスタメンになるのか、推しの壁になるのか、そう、究極の選択をね、みんなに、うん、やっておりました。そうなんです。スタメンを取るか、リゼアン平定見守るか。そう、そう、今日は夜少しとある予定がございまして、どんなに遅くても8時10分くらいには終わりにしたいなぁと思いますので、超大事なね、予定がございますのでね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いしまーす。よし、うまい、うまい、うまい、行くぞ、よーし、イエーイ。美女が可愛かった。じゃあグググッとお顔を見ていきましょうか。あ、ウィンクしちゃってるわー。やば、こわ、え、こわ、え、かわいい。飛んできたボールをパーンと上げるんじゃなくて、ちょっとシリがいなそうなところにうまいことこう、さっきの見たでしょ、あれぐらいでいい、頼む。ええええ、このか、え、犬、え、どこ、え、流し打ち、上がってない。ホームラン狙ってたあれは。ゴール、素晴らしい。気持ちいい。今日は
夜少しとある予定がございまして、どんなに遅くても8時10分くらいには終わりにしたいなと思います。自己紹介お願いします。はーい、みんなさん、今春二時三時所属小野町旅館の若おかみ小野町遥でーす。はーい、来てくれてありがとう。ゆずゆ誕生日おめでとう。ありがとう、ちょっと時間遅れちゃってごめんね。うん、全然大丈夫だよ。 ありがとう。いやー、なんか最近さ、うん、野球いっぱいやってて輝いてたよ、はるちゃん。ほんと、ありがとう。そう思って見てたよ。輝いてた。ありがとう。ねえ、今日はお話ができるということでトークテーマを待ってたんよ。ありがとう。トークテーマも用意してるから。ありがとう。じゃあまずなんだけど、今日はパワプロ2020の配信に遊びに来てくれてどうもありがとう。今日もいっぱい歌うよ。幼い頃の夢、遠くまで見果てない景色、情熱が僕を奮い立たせる。
色だー、ありがとう。刻むとも傘の色もレインボー、君ととも心と技を磨き上げ、まるで神宮球場。いつの日までも高め合おう。そんな話いくらだ。わかる人ここでわかるかもしれないか。体型か。あ、体型か、うん、これは大事なことだからしっかり確認して。いや、かわいいんだよなぁ。普通ですね。だーれだ、カルトちゃんでした。体験チェックしますか。うわぁ、ってこった。この枠も、おそらく、シズリン先輩枠なんだよなぁ。普通で行きましょう。もうわかるでしょ。どら様です。だよ、ちょっとお茶も食べますの。お茶飲めまーす。お茶飲めまーす。噂の体型を正しい、いい、ね、体型となってくれます。ぽっちゃりでどう、みんなわかる、ね、ちゃん。あー悩むな、めっちゃ悩む。続いていきましょう、騎士ですから。みんなわかるかな。あー、まみちゃんでした。マジかわいい。ということで痩せでいきます。はい、3。あー答えだ、みかんでした。ということで細いでいきます。あー、もうわかるな。男性の体型は、普通で固定なんで、みんなならもうわかるだろう。そう、また姉さんでございます。なあ、すげえ、なんてエッチなんだ。いやー、普通なんだよな。もうわかるでしょ。ありがとうございました。男性の体型は、普通で固定なんで、はい、まめねこさんの勝ちです。ということで、ね、誰がバカなのかをちょっと今から見たいと思います。バカ選手権、うれんちゃん。バカだったか。34フレンちゃんが一番バカです。コンハル、だいたい1ヶ月ぶりということで、ね、そして最終回まであとちょっとです。はい、実は最終回近いんですよ、このレインボール高校の奇跡。うん、最後まで温かく応援してくださると嬉しいです。そんなに空いてたんだ。空いてたよ、空いてた、空いてた。お願いしまーす。ミサミー、ミサミー、やったぞー。ヤシロさん、ホームラン狙ってください。ヤシロー、気づくー、やったー。さすがドーラ様なんだよな。あー、うまいリズさん。アンジュちゃん、ここ決めてください。うまい、アンジュリゼアンでコールドしちゃった。ヤシロくん、今日の試合すごい活躍だったね。これからも頑張ってね。ヤシロさん、めっちゃ機嫌いいじゃん。喜びのあまり卓上調味料を全部倒してしまいました。よろしくお願いします。スリー先輩、音割れしちゃったやん。一応音割れしたら教えてね。おーまい、うわ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 。スリー先輩、今のさ、ヒットじゃね。当たりが、一人マッスル高校ラインよ。マッスル、マッスル、喜びのあまり卓上調味料を全部倒してしまいました。いいぞー、ノリ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 ーロリ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 。ホールドがないからいつでもね。よろしくお願いします。ヒラメだからちょっと信じてみる。バカ野郎、バカ野郎、なーしゃー。ここで地方球場の魔物をね、発動させていただきます。イズミー、よーし、ナイスヒット。
わいそうじゃない、目がいかないんじゃ。やばい、逃げる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 、わーやったやったー、嬉しい、やった逃げた、ありがとうございました。しずりん先輩かくらん、しずりん先輩、私たちをかくらんして、私たちをかくらんして、レインボール高校には魔物なんてやっぱいらないっすよね。怖い、この子怖いよ、魔物じゃん、スキちゃんが魔物を呼ぶんじゃなくてイスビちゃんが魔物なんだよ。よし、ヤシロさん、いけるよ、落ち着いて、うぅー、全笛でね、本当だ、誰だ、あ、すまん、わしが悪かったみたいな感じだ、これはさすがらが詫びホームランを、行くぜ、やべ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 、切れてる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 、やったー、石川県いいよね、私も石川県好きだよ、いい温泉があるんだよ、はー、もうやだ、もう分かってるから、もう分かってんだよ、もうララ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 ラ、どこ負け、強いですね、いたー、ないね、レインボール高校からエッチな本みんなあげてきて、この町代表としてさ、みんなの読んでるエッチな本渡してあげてよということで、甲子園の魔物を発動させていただきたいと思います、ディディー、八つ満塁ってさ、もうさ、ちびちゃん、ちょっと炎上しちゃう、小島さん、小島さん、どう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 、みんな、あらみんなみんな、ステイ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 、みんなステイ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 、落ち着け落ち着け、みんな確実に勝てる点差になるまで私は野球をやめないよ、あったー、うちゃちゃーきー、よろしくお願いします、だからよ、なんでそんなに強いのばっか来るのよ、一応ね卒業までやるけど、こういう大きい大会はね今日で最後だから、いけない相手とかいるんだからね、いやでも僕たちのヤシロ気づくならなんとかしてくれると思う、ヤシロさん、ヤシロー、後ろ決めちまった、甲子園優勝するぞ、いけーエヴァー、ゾロ様、ドレイク自らベースを、やったぞー、やったー、見事春夏連覇の偉業、きちゃー、連覇、連覇したぞー、みんなありがとう、みんなありがとう、みんなありがとう、ありがとう、虹色の日
宇治本博士さん、ありがとう。いつも切り抜きありがとうございました。もう次回でラストです。ありがとうございました。楽しかったです、見てたの。ぐだぐださん、ありがとう。カズさん、ありがとう。ベルフラムさん、ありがとう。こんにちは、世界さん、ありがとう。水のオアシスゴンゴンさん、ありがとう。コンアル、コンアル、SMR はいいぞ、いいよねー。好きになってね、好きになーって、おかみを。好きになーって、おかみ。今日はなんと、レインボール高校最終回でございます。楽しんでいただけましたか？少しでも。今日まで楽しんでてくれてどうもありがとう。本当に嬉しい。さよなら、いちごミルフィーユ。そうだよ。バイバイ。よろしくお願いしまーす。守りに切りました。さあ、どんな戦いを見せてくれるのか。いよいよプレイボールです。ゴーゴー。電車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 ということで、電車はいません。ボコボコにしていきましょう。やばい、ここでもうやばい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 。ダイダに打ち気がいるかか。うるさい。うるさい。カルちゃん、カルちゃん、カルちゃん。うわ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 、あ、やばい、カルちゃん。うし。キャプテンシクリン先輩が。よし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 。おにゃー。うわ、しょ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 。ナイス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 。落としてくれ。よっしゃー。おぶねえ、おぶねえ。グエルさんがいなかったら勝てんかった。お願いしまーす。取れるときに取れるだけ取れることをしたい。うわー、久しぶりに確定ホームラン見た気がする。ひよこ、頑張れ頑張れ。俺の配信次第でこのチャンネル潰すことだってできるんだぞってことで、いただきます。よろしくお願いします。いきなり行くか。いけー、サバイバー。しょ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 。
でんてん、たーにーしげ、幼い頃の夢、どうか話しに来てくれる電話来たぞ、とりあえず小山というやつが来たぞ、遠くまで見果てない、ねえ、頭でかいを吸収させたいから、ちょっと痩せ型にしたいの。一瞬で通り抜けるビジョン、はい、青と星の彼方に、勝ったら、勝ったら、ハゲンダッツ食べに行こうね、何が待ってる、雑魔ね、思いの風を今背負って、旅に逃げるのさ、太陽の世界はもうすぐそこも何も恐れないさ、未来を共に作ろう、光も放て、ありがとう、じゃじゃん